導入は即決ですね。なあ、たかし君、入れてもらってすごい楽になりました。だよな。正直マシンガイダンスのおかげで仕事できるなって思っちゃいますよね。やっぱ 3D スキャナーすごい便利ですね。精度も高いし、まあすごい使いやすいですですよね、浜田さん。 ICT 研究を使いこなせるってことはうちのアピールポイントになってますからね。高速道路の工事だったんですけど、それが受注できまして、それが ICT 太陽工事だったという。早速やりたいという提案が来て、ただやりたいという話だけじゃなくて、見積もりからそのシステム構築から全てまとめて私の手元に来たので、非常に導入はしやすかったんですよね。で、即決な感じでしたよ。導入しないとまず始まらないなって、まあとりあえず、まあ、その1台分を、まあ、なんとかお願いしますというような形を言いに行ったんですけど、そしたら逆に1台で足りるのかっていうお話になって、これから先、まあ、そういう工事も増えてくるから、まあぜひ使い続けていきたいなと思うので2台お願いしますっていう話をしたら、じゃあ分かったっていう。まあでもありがたいですよね、その自分の感覚でやらせていただけるので、はい、ICT 研究を使ってやるっていうのは多分もう操作できるオペレーターだったらすぐできます。あれ半日です。半日もかかるんです、まあ、午前中乗ったらお昼にはもうできるようになるんです。まあベテランのオペレーターの方々もその機械のことを知らなかったので、まあ全然興味はなかったんですけど、完成後のやつを見たら、まあすごいっていうか、なんでできてんのみたいな感じで言われたのがちょっと嬉しかったですけど。 ICT 研究だからといって、その3次元設計データがもう必ずなければならないかというと、そうではなくて、画面上で操作することで設計データがなくても無限平面ですとか、まあ、そういう普段のちょっとした作業でも使える。 LN100 はまずボタンが全然ないですね。ただ電源入れるみたいなところしかほぼまあないんですけど、今の最新のトータルステーションと同じような感覚で使える。今までこういろいろ計算とか事前の準備が結構欲しかったんですけど、かなり簡略化されますし、やっぱ観測が早くてポン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 いっちゃうので、そういった意味ではすごく楽になりました、はい、ドローンがその時世の中に出始めて、まだあんまり土木の会社さんは使ってない状況だったので、面白いなと単純に思いました。打ち合わせをしながら進めていく上で、現場とのコミュニケーションってすごい、そこになってからさらに大事になったので、まあ、複雑な地形だったり、すごいこう広大な敷地の測量なんかはドローンで撮ることで、もう一瞬で作業が完了してしまう。まあ測量がすごいスムーズですね。楽です。一人でもできるし早いです。画面の操作はもう誰が見てももうすぐ分かる、簡単にできる、視覚的に分かるので説明がしやすい。発注者ですとかそういった人たちに対する説明にはすごい便利です。山間部とか、まあ、災害現場とか、ちょっとこう人がこう近くまで寄れないようなところ、まあ、実際その場所に行かなくてもその遠くからこう測量できるので、そういった現場に活用していきたいなと思います。普通のトータルステーションを使う感じで計測したくできる。しかもそれがトータルステーションだと点でしか測定できないんですけども、全体をしかも正確に計測できる。ドローンだと市街地は飛行禁止区域になってたりしたりですね、で山に行っても木の影だったりすると使えなかったりするので、そういうところを 3D スキャナーで細かく計測して、木高速道路とかですね、そういうのはもうドローンの方が確実に早くデータ取り終わるので、やっぱり使い分けは大事ですね。不動建設のために組まれたメニューで、なんかそこ知りたかったんだよなっていうところをこう拾って、こう細かいところまで教えてくれる、そういうセミナーだったな。行ったことで一連の流れをつかめたこと、ちゃんと明確に自分がどこまでやればいいか分かったことっていうのは大きかったなと思います、ね、完成は大体ベテランのオペレーターの方々に任せてるんですけど、 ICT 機械を導入することによって若いオペレーターとかにも任せても欲しいと思います。最新の機械で、まあ、誰が使ってもスタートラインは今一緒なんで、先輩とか上司の人たちと同じ土俵で仕事ができるな、武器にしたいなとは思ってます。日本で進めてるっていう、まあ、世の中の流れの中で、国土建設としても
早めに取り組んでいきたいなと思います。将来的にはやっぱり会社のいる工事部の人間が誰でも使えるような体制を取りたいところではあるんですけど、現場をやってる社員から提案があったものについては必要だと思って準備してきているので、それを私がとやかく言うことはないと思ってます。ますますですね、 ICT 対処工事じゃなくても民間工事等々でも使っていきたいと思っています。